い、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。ぴゃりぴゃり。ということで、今日は大葉とお餅、明太子を春巻きの皮で包んで、一口サイズが食べやすく、パリパリ、もちもちな食感が美味しい、パリパリ、大葉餅明太春巻きを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は春巻きの皮5枚、大葉8枚、明太子1/2腹、切り餅2個になります。春巻きの皮は剥がしやすいよう使う前に室温に10分ほど置いてから使っていきます。で、今回からし明太子を使ったんですけど、たらこでもいいですし、ちょっとこうピリッと辛みが欲しい場合はからし明太子を使って作ってみてください。大葉8枚の軸を落とし、縦半分に切ります。はい、では切り餅はまず4等分し、これをさらに2等分、1個あたり8等分の大きさに切ります。餅硬いので包丁の付け根の方を使って、包丁の背を押さえて気をつけながら切っていきます。明太子は身を取り出し、皮を取ります。室温に置いた春巻きの皮を剥がします。剥がし終えたら3等分の長さに切ります。はい、では切り終えたら光沢のある面を下にして平らな場所に置き、手前部分に取り出した明太子とお餅を1個乗せ、このまま三角に折りたたんで、2回折りたたんだら、この残ったスペースに大葉の表面を下にして乗せ、さらに折りたたみます。で、最後、巻き終わり部分に水をつけてくっつけていきます。お餅偶数で最後1個余ってしまうので、春巻きの皮と大葉を半分に切って、お餅に巻きつけて使っていきます。巻き終えたら、フライパンに深さ5ミリほど油を引いて、中火で熱します。はい、では油が温まったら、包み終えた春巻きをフライパンに並べます。では底が色ついてきたら返して、全体色つくまで加熱していきます。はい、では全体が色づいたら取り出して油を切ります。はい、では油が切れたら完成なので、あとはお皿に盛り付けていきましょう。 OK。 はい、ではこんな感じでお正月に残ったお餅でお手軽簡単美味しい大葉もち明太春巻きの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は大葉と明太子、お餅を合わせてパリッパリもちもちな食感が美味しい大葉もち明太春巻きを作ってみました。それでは本日はほろ酔いグレフルソルティで乾杯。乾杯。今年も飲みます。じゃあ早速いただきましょう。今回はお正月に残ったようなお餅を使いながら大葉、明太子を合わせた春巻きを作ってみました。少
少しね時間が経つと中のお餅固くなってくるので、できるだけ早めに食べていただくか、時間が経った場合は軽くレンジで温め直して食べてみてください。じゃあいただきます。うめんたい、おいしい。中に入れたお餅には程よく火が通り、もちっと柔らかな食感に、春巻きの皮のパリッパリとした食感がとても美味しいレシピになってます。でお餅プラス明太子と大葉を合わせることによって、明太子の塩気と大葉の風味がとてもよく合い、美味しく食べられます。で、まあ普通の明太子を使っていただいてもいいですし、ちょっとこうピリッと辛みが欲しい場合は辛子明太子を使って作っても美味しく仕上がります。で、中に入れた明太子の程よい塩気で、もう何もつけずそのままで美味しく食べられます。あとこう調味料をね、使わなくてもシンプルな食材で、この明太子の塩気と結構ね、大葉の風味がしっかりとしているので、美味しく食べられます。材料もシンプルな材料かつ、調理工程もパタンパタンと折りたたんで、あとは少ない油で揚げ焼きするだけで簡単に作れます。お餅もこう細かめに切って使っているので、お正月に半端に余ったお餅も美味しく消費できるレシピになってます。で、私この三角形の春巻き結構去年からハマってやってたんですけど、包み方も簡単で一口サイズでとても食べやすいです。で、大葉は巻き終わりあたりに置いてくるくるっと折りたたむことによって、うまくね外側に大葉が来て透けるので見た目も綺麗に仕上がります。ちょっとこの最後にね作ったミニサイズもいただきます。で、お餅の数だけ最後ちょっとどうしても偶数になって余ってしまうので、春巻きの皮を切り分けながら小さめに作ることによってちょうどいい数になり、無駄なく使い切れます。はい、ということで今日はパリパリもちもち食感が美味しい大葉もち明太春巻きを作ってみた動画でした。パリッパリの春巻きの代わりにもちもちのお餅、明太子の塩気と大葉の風味がとても美味しいレシピになってます。準備する食材も少なく、かつ簡単な調理工程で美味しく作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、パリもち。ネーミングからどう考えても美味しい。